ごいすごい。うわ。はい、おはようございます。古橋です。いやー、綺麗な天気だね。名古屋駅が綺麗に映っています。はい、今日はですね、愛知県行ったことないとこシリーズ、久しぶりだね。行ったことないとこシリーズをやろうと思います。これでも愛知県民なんで、愛知県民でも行ったことがないところ、愛知県民の森というね、ところにね、行ってみようと思ってます。愛知県民の森というのは、愛知県でもですね、ずいぶん東の方にあって、新城市というところにあるんですね。で、名古屋からはですね、まあ、高速を使っても1時間半以上かかるみたいなところで、とても縁遠い愛知県民の森なんですよ。愛知県民と言いながらね、名古屋の人はあんまり行ったことないんじゃないかなと思う、そんな愛知県民の森ですね、にそろそろ紅葉がいいんじゃないかというか、紅葉もそろそろ終盤なのかな、はい、という時期ですので、ちょっと行ってみたいなと思ってます。それでは行ってみよう。レッツゴー。いや、これは見事なイチョウだね、これすごい綺麗。はい、ここを左に曲がるんだね。こっちかな、赤い鉄橋は。これかっこいいじゃない、すごく象徴的な鉄橋ですね、これ。はい、これを渡っていくと愛知県民の森。やっぱり来たことないね、来たことありません。愛知県に60年以上住んでるけど、来たことがないところがありますね。本日は休業日なんですけどね、まあ今日はモミジを見に来るだけなんでいいんじゃないでしょうか。おお、綺麗綺麗綺麗ですよ。はいはい、ああ今が見頃と出てたのでね、来てみましたけど、ああこういうことね、もうだいぶ見頃済んでる感じですね。どうでしょうか。おお、これがこれだね。もうこの辺も見頃済んでる感じだね。もう枯れちゃったね。ああなるほどね。いや結構来てるよ、今日は休日だってというにもかかわらず。紅葉に休日も何もないからね、施設には用がないけど、モミジを見に来てるっていう。ああ綺麗だ、綺麗綺麗綺麗。ウェルカムトゥ県民の森へと。結構入ってるね、休みなのに。登山に来る人もいるんだね。
こう登山で来てる人もいるので、いや見事なもみじですな。色がねすごいね。初めて来ましたね、愛知県民の森。このオートキャンプ場が中にあるんですね。ってことはキャンプやってる人はこの中でまで車で入ってこられるんだとだね。うわ、どうでしょうかこれ。この色が、はい、いやー綺麗ですね。ちょっと標準撮影で行こうと思います。あまりにも綺麗。最近は外国人もね、こう紅葉を見に来るそうですよ。桜もいいけど、桜の次は紅葉でしょう的なね、今みたいな瞬間ってなかなかないので、まあどっか見頃になってるから、この時期だったらどっか行けばいいんだけど、まあ大阪に行くか東京に行くかって大した誤差の範囲なんだよね、彼らからすればね。
久しぶりに愛知県行ったことないとこシリーズやってみましたけどね。愛知県民の森ですか。なかなか今日は休日なので施設には入れなかったんですけど、人が多かったですね。やっぱり紅葉の季節ということで、まあそれにね、今日見頃というふうにね、ネットに出てたので、まあ私も急遽来たんですけど、よかったですね。本当に目にしみるっていうのはああいうことですね。紅葉を今年見逃した方、目の保養になっていれば幸いです。はい、そんなわけでこれで一路名古屋に帰ろうと思います。ね、遠くに目が行くのももちろんそうなんだけど、地元で行ったことないとこシリーズね、結構あると思うので、また行ったことないとこシリーズ、何県何がどこがいいよみたいなね、情報があればまたコメント欄にお寄せください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、いってらっしゃい。うわ、あの岩立派だね。すごいね、あれ何あれ、うわそびえ立ってるわ。これ帰り道しか見ないね、この岩は。すごいすごい。うわ、さよなら。